ソイチューバー対決1対1で、このめっちゃライドレールがあるステージでね、チャージキープを生かしながらかっこよく戦いたいと思います。つってるけど、とりあえず最初普通の7割で、後でキル数勝負とかもやろうと思います。ちょっとごめん、序盤のこの見苦しさ考えたらキル数勝負オンリーの方がいいかな。いや、ちょっといろいろ試行錯誤なんだよ、プライベートマッチは自由すぎて。ライドレールね、いっぱいあるからね、ここちょ、そろそろ一旦とりあえずライドレールいっぱい出しておいて、スポンジもあるんだよな、7割だから。どうしよう、あ、見て見て、左に行く方法だったっけ。さあ相手はどうし、ここにいる、あ、まだ向こうにいるね、塗ってるわこれ。どうしよう、一旦やっぱ突撃したいな、せっかくだから。バレないで後ろから攻撃できたりする？あー、でも真ん中行かないといけないな。これはしょうがないわ。そろそろ出て、あ、左だな。バレてる？チャージキープ来そう。あ、外した。あ、お互い。よし。安全のために着手打ったけど。とりあえず1キル目。いや、まあ普通の縄張りなんで。いや、自陣もちょっとちゃんと塗りたいけど、荒らしたい。攻められる、このステージ。あ、このライドレールから攻められたっけ。うわー、やられちゃった。ライドレールで多分向こう行けるから、そこまで攻められたら多分だいぶ強い。さあ、自陣塗りが怪しい。しっかり塗ってから、でも一瞬でスペシャル溜まるのがいいね。多分お互い着地が溜まってる状態と思ってる方がいいだろうね。あ、真ん中来ちゃった。さあ、おお、よしよしよし。次こそ攻めるよ。いや、多分ここで攻められるんだよ。ちょっと待って、チャージキープのかっこいいやつを見せたいんだけど、早く。さあ、行くよ。あ、待ち構えてる。いや、いいよ、チャージキープで行くよ。かっこいい勝負を。はい。あ。結局これを使うっていう。届かない。お互い届いてない。あ。結局こうなんのか。ちょっと俺の理想と違うんだけど、もうちょっとチャージキープでパシンって決めるかっこいい勝負が見られると思ったんだけど、意外と泥沼なんだけど。やばい。あ。最後攻めてきたな。最後かっこいいの見せるよ。あ、着地してた。あ、やばいかもこれ。最後塗られたの痛いかも。あ、負けた。縄張り敗北、悲しい。ちょ、攻め方が下手だったね。キル数はお互い同じと。次はキル数勝負で、また他の方でお願いしました。毎回この企画、自分がルール、あのステージ慣れてくっていうね、あれがあるから、後半になるにつれてちょっと自分が強くならないといけないんだけど、むしろ次こそね、多分チャージキープのかっこいいバトルが見られるんじゃないか。お、あれ、サブスペシャルなしでやってるんで、あ、やばい。ちょっと泥沼だな、結局。あー、負けたー。さあ、 1ポイント取られまして、なんか結局真ん中の対決だったらインクレール、ライドレール使わない気がしてこない。大丈夫。俺の理想が。じゃあ次右から攻めてみるか。まあでも位置はバレるからな、普通に。全然届かないもんね。あ、前、真ん中は届くんで、一応。さあ、かっこいいところ見せるよ。いや、でも逆にやられるかもしんない。おー、怖っ。おー、はい。ほっ！あ。やばい。
結局真ん中の勝負かい。パシパシになる。ダメだ。ちょっと待って、ここやばい。ここやばい。なんかない。ここやばいって。ちょっと、助けて。助けて。ちょっと、向こう行けないんだって。アイドリル使わないと。あ、危ね。あ、やばい。ちょっと、ちょっと。ああ、また負けた。うめえんだけど、普通に。さあ、2ポイント取られて、だいぶ絶望的になってきたよ。もう真ん中から一気に行くしかない。さあ、やばいな。そろそろ。ちょっと完封とかは避けたいよ。いや、意外と当たらんな。やっと倒した。早く、早く帰ってきて。あ、帰らないといけないんだ。さあさあさあ。あと1ポイント取れるか？あと2ポイントは無理だな、時間的に。ちょ、インクレール使えませんでした。最後真ん中勝負だな。よし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 。これで同点。無理だ。引き分け。ライドレール勝負できねえ。戦う場所真ん中になっちゃうからね。意外と、ダメだ。普通の、ソイチューバーの、くるくるチャージキープをし合う対決になってるわ。最後ちょっともう一回縄張りで。3戦目、普通の縄張りで、負け、最初負けたんで縄張りで、最後、勝って終われないかなと。だけど相手のランクがなんかすごい高かった気がしたんだけど、大丈夫かな。そう、普通に入ってくるまで相手のランクとかちょっと結構全然分かんない状態でやってるんで、あ、今回サブスペシャルはなしで、サブスペシャルなしの普通の縄張りかな。で、意外とここら辺まで荒らせたんだよね、相手陣地の。だからまあ攻められたら強いんだけど、まあなんやかんや倒すのが一番最強ってことで。さあ右から行こう。あ、こんなとこに、そっか、スポンジもあったんだ。倒すの最優先にしつつ、あれ、どこ行った、乗っていい、あ、いた、うわー、マジかよ。全然普通に見られてた。さあやられて塗られていく。まあまあまあ、最後重要なのは最後だから、キル数めっちゃ負けてても縄張りで勝つっていうこともあるからね。落ち着いて最後とかはしっかりキル数でも勝っていきたいところ。あ、塗ってるな、ちゃんとしっかり塗ってるな。ちょ、俺も塗り残しなく塗っていきたい。多分キル数、キル勝負ではなんか割とあの一発目を見た瞬間ちょっと危ないかなって感じしたんで、縄張りでしっかり勝つ作戦で。あ、でもここすごい目立つんだよな。いや、ここのライドレールちょっとダメだな。あ、塗られてるな、今のうち。お、来た来た来た。さあ真ん中勝負。さあ真ん中外す、お互い外す。あー、負けた。まずいまずい、真ん中でめっちゃ負けてる。いやー、ここも塗られていく、きついな。しっかりちょっと塗り直して最後に勝てればいいから、多分縄張りルールは。いや、塗り固めてるね。ここら辺も塗って。怖い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 。
いやーこっからしか行けない気がする。いや切る意識高い。あ落ちてる猿も木から落ちるじゃないけど、ソイチューバーもライドレールから落ちるか。最後どうなる。圧倒的にキル数で負けてるけど自分。あさあ自分一回も倒してないけど、縄張りバトルでは意外といい勝負じゃないか。勝った全然勝った気しねえはい、まあね、これが縄張りバトルなんだよねなんかすいませんでした。